はい、皆さんこんにちは。本日2月12日金曜日、今日はチャイニーズニューイヤーなんですね。というのもこちらサファリからグーグルに行きますと、ほらこのようにね、トップのね、あの画像がチャイニーズニューイヤーになってますね。はい、今年牛年、私年女です。それでですね、ここでチャイニーズニューイヤー2021、これをクリックすると、ベベーン、花火が打ち上げられるんですよ。ということでね、せっかくなのでこれからチャイナタウンに行ってきようと思っています。いや、多分ね、すごい盛り上がってると思うんですけれども、ちょうど、私が飲んでいる漢方薬が切れるので、その漢方薬をピックアップするついでに、ちょっとチャイナタウンの様子をレポートいたします。では行ってきます。はい、皆様、じゃあこちら今チャイナタウンの方にやってきました。はい、じゃあ本日ね、チャイニーズニューイヤー、なんかもう店じまいっぽいんですけど、ほらすごいね、こんなの。ちょっとチャイナタウンの様子をね、一応、あ、猫ちゃんが出てきた、かわいい。あの、なんかチャイニーズニューイヤーなので、チャイナタウンどんな感じかなと思ったんですけど、結構ねお店自体が閉まってる。まあそれはそうよね、ニューイヤーだから閉まるよね。そうなんだ、イメージと違ってなんかもっと賑やかなのかなと思いきや、実はチャイニーズニューイヤーだから結構どこのお店も閉まってました。わあ、そうよね、元旦から働く人いないもんね。すごい、イメージと違った。なんかチャイナタウンは365日眠らないんだと思ってたんですけど、こんなにガランガランのチャイナタウンを見るの初めてです。はい、あちらはねマンハッタンブリッジになります。はい、こちらキャナルストリートですけれども、まあやっぱりキャナルストリートもすごい、全然クローズしてるお店がね。わー、今日はチャイニーズニューイヤーということで、なんか賑やかなあのニューイヤーズのね、あのイベントかなんかやってるかななんて思ったんですけど、多分イベントとかはもう午前中とかに終わってるんだと思うんですけど、意外にお店がガラガラというか、あのクローズしてて、いや、ついでにね、私の行ってる漢方薬局に行って漢方をピックアップしようかなと思ったんですけど、やってるかな、多分やってないかも。実はですね、今日2月12日金曜日は、あのもちろんねチャイニーズニューイヤーなんですけど、実はレストラン、ニューヨークシティのねレストランでインサイドで店内で食事ができるようになったので、さすがにレストランは、あ、ここ感じいいやん、なんかそうなんです、レストランはオープンしてるとこ多いみたいですね。ほら、どこもかもお店クローズしてます。はい、さあ私の漢方薬局閉まってる。そうだよね、残念。お休みだ。あー、
か、14日までお休み。担保足りないじゃん。めっちゃやばいです。もう担保が土曜日分までしかないんですけれども、チャイニーズニューイヤーのため、漢方薬局もお休みだったよ。考えてなかったな。こういうイベントをちゃんと頭に入れておかないとですね。じゃあせっかくなのでちょっと探検しちゃおうか。そうなんです。今日からインドアダイニングがOK になったんですね。まだこれ皆さんストリートでプレハブみたいなの建ててますけど、ほらどこのお店もクローズなんですけど。そうなのよ。店内でも食事可能になりました。でもレストラン以外はほとんどクローズですね。はい、ほらね、全部クローズだよ本当に。でもなんか多分パレードあったみたい。ほらちょっと来るのが遅すぎたみたいね。ほら、残念だったね。ではちょっと物悲しいチャイナタウンよりお届けしました。全然チャイニーズニューイヤーのイベントとお届けできませんでしたけれども、とりあえず帰ることにします。じゃあもう一度テンションを上げて、先ほどの華やかなチャイニーズショップに行ってみましょうか。どこにあったんだっけ。なんか365日チャイニーズニューイヤーみたいな。あったあった。では皆様、もう一度この一体何のお店かわからないんですけど、すごーい。ほら牛年だからこんな牛キャラとかたくさんあります。はい、こんな感じ。すごいな、この曲といいね。なんかたくさん人いるけど、チキンな私は入れないわ。皆様、ニューヨークのチャイナタウンに来た時にはぜひお立ち寄りください。はい、やっぱりね、レストランはね、今日から稼ぎ時ですから。わあ、こんな感じですけど、すごいな。店内で食事始まってる。今日から稼ぎ時ですからね。わあ、ここに来るとちょっとチャイニーズニューイヤーって感じ。わあ、そういえばこのルナニューイヤーとか爆竹すごい鳴らすんです。わあすごい、もう散々セレブレイトって痛めた。やってるやってるやってる。まだ、わあすごいやん。すごいよこれ。そうだ、これがルナニューイヤーだったんだね。わあ、これお掃除大変よ。すごいことになってる。
はい、もう爆竹すごい売れまくりです。そしてこちらが、あー、すごい、なんか文化の違いを感じますけれども、はい、はい、インサイドでも食べれるし、アウトサイドでももちろんですね。通りのキャナルストリートですね。チャイナタウンの、まあ、メインストリートというか、ここはですねトラフィックがすごい激しいあのところなんですけどね。わあ。そしてこちら向こう側はリトルイタリーになるんですね。ちょっともうあのチャイナタウンと隣り合わせですけれども、はい、先日ね、雪まみれのニューヨークをお伝えしましたけど、こんなに爆竹、花吹雪の雪もすごいですよ。わー、すごい。なんかこれから女の子が爆竹鳴らすみたいなんですけど、やってもらえるのかしら。頑張って、ビデオ撮ってるわよ、頼むわよ、カモン。特にこうやってあのジャニーズニューイヤーは祝うんですね。私のテンションが下がりすぎ。このお掃除大変よ、ほんとマジで。はい、じゃあですね、中に、あー、かわいい、かわいい。はい、こんな感じでチャイナタウン盛り上がっております。あー、ここでね爆竹を買うみたいです。あはー、どうやら3本で5ドルみたいです。あー、なるほどね、これいいビジネスですね。はい、わあ、彼買いましたね。3-5 だそうです。How does it work? First, now you gotta put the bottom first, till that thing off, and then you just switch it. Yeah. You gotta break the bottom first. You gotta tear it. You gotta tear this part off first, so you can twist it. Yeah. ああ、なるほど。ボトムをツイストして。みたいですね。で、3本5ドルみたいです。なんかお友達がいたらねやりたいですけど、ちょっと一人でね、まあいいかな。でもちょっと来てみてよかったです。意外にあのモッドストリートに来るとこう華やかになっておりましたね。もうイベント終わっちゃったかなと思ったんですけど、まだまだ皆さん爆竹楽しんでおります。このお掃除が大変かと思いますけれども、では私はお家の方に帰ろうかと思います。はい、ということで、ニューヨークのチャイナタウンよりルナニューイヤー、あのチャイニーズニューイヤーですね、のレポートをお届けしました。というかね、来週の月曜日まで漢方が買えないんですけどね。ああ、はい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 、では皆様ハッピーニューイヤー、バイバイ。